今回はですね、このカードを紹介する、この選手を紹介するのはもう俺のチャンネルだけ。絶対に。唯一無二。ムサカ、なんていうのした？三成。はぁ、これあれよね、そういや、ギラバンツ北九州で、クビになった男やね。契約満了やね。確か。91年、あ、3乗馬か。まあ、フィジカル的にね、普通なんですよね。で、プレーとしても、まあ、センタープレイヤーか、442のね、サイドなのかもうわかんないですけど、特段何かがね、引い出てないんでね、まあ、そこがなかなか大変よね。まあ、若い頃はまあ、レギュラーでも準レギュラーとかで出てたんじゃないかな。でも一番有名なのはこいつの親父じゃない？なんか俳優いるでしょ、ムサカって。なんかつるっぱげのね、なんかこわもての。あれの息子っていう感じで結構有名だったよね。でもまあ、そこまで活躍してないよね、結局ね。で、清水の後どこ行ったんやろね。清水の後に北九州行ったんかな。ちょっと全く記憶ない。今北九州にいたってことは覚えてんねんけど。でもこの前リリースでね、北九州契約満了ってことで。まあまだね、30ちょいでしょ。まだもうちょっとできると思うんですけど、でもさすがに J3 でクビになってるから、J2 は厳しいよね。だから、J3 の他のチームか、まあ最悪 JFL とか、まあ、JFL は濃厚かな。っていう感じかなと思うけどね、さすがに何か飛び抜けたものがないと、なかなか契約してもらえないよね。同じレベルというか高いレベルではね。まだ行き先も多分決まってないと思うんでね。まあ J3 のどっかかなと思うけどね、さすがに。J2 はないな。ちょっとフィジカル的にちょっと細身やしね、ちょっと小さいかなっていう感じもあるんで。どこでしょうか。まあ、出身どこやろね。なんか東京かな、やっぱり。まあ、南葛 FC? いや、30で南葛 FC はきついよな。もうその後キャリアアップしてからへんよ、間違いなく。若手なら別やけどね。まあまあまあ、そんな感じでね。ムサカ君、来シーズンどうすんのかな。